さんこんにちは、フラワーキッソです。何週間か前にドライフラワーになる花束というのを皆さんに紹介しましたが、そのドライフラワーになる花束がついにドライフラワーになりました。完璧なドライです。ここの状況から言うと少しね、やっぱりお水張ってる桶が多いんで湿気が多いんですよ。なのでドライフラワーにするにはあんまり好条件ではないんですけど、それでもこんな綺麗にドライフラワーになってるので、皆さんのお家だったらもっともっと綺麗なねドライフラワーになると思います。はい、ここで突然ですが皆様に質問をしたいと思います。今日の質問です。はい、今うちの母がですね、うちでもドライフラワーできるかなって言ったら僕が無理って言いましたね。それはなぜなんでしょうかっていうこの無茶ぶりな質問です。2問目にしてもう花から関係ないというね、まあ、ただドライフラワーだけどまあ花か、はい、では早速、今日も3択にしたいと思います。1番、うちの母もお花屋さんなので湿気が多くてドライフラワーには適さないから無理って言った。2番、うちの母はまあそういう几帳面ではないので、ドライフラワーにお花をするのは無理と僕が言った。3番目、僕に手がかかりすぎて、未だに僕に手がかかりすぎてドライフラワーにするのが無理でしょって言った。その1番、2番、3番のうちどれでしょうか。質問に答えて下のコメント欄にまたコメントいただけたらと思います。はい、で答えは次の動画でまたお知らせしたいと思います。ではこのまんまドライフラワーになる花なった花束をご覧ください。どうぞ。なのでこれはぜひ試してみてください。はい、今日はドライフラワーになる花束のドライフラワーになった結果でした。ほら、なかなか綺麗だと思いませんかね。茶色いブロッコリーになっちゃうんじゃないかっていう意見もありましたけど、茶色いブロッコリーにはなりませんでしたね。ちゃんと綺麗な色で残ってます。はい、なんかこれだったらありだなって僕も思います。では皆さんも試してみてください。またこういう結果もフラワー TV では皆さんに紹介していきたいと思います。ではまた。